ペレットストーブ専門店渋川市ペレットストーブ群馬です。昨日からの雨が今日も一日降るという予報の群馬県渋川地方、現在6時40分になろうとしてますけども、真っ暗でですね、全く曇ってですね、通常だと、このくらいの時間が日の出になるわけですけども、東の空もですね真っ黒で明るくなる気配がないという、まあ、そんな一日ですね。最高気温の方も1桁台で寒いということですので、本当に風邪などひかないように気をつけていきたいと思いますし、皆さんもお気をつけください。で今日はですね、一昨日打ち合わせをさせてきましたストーブ設置のお客様の見積もりの仕上げ、これを お送りしたいなというふうに思っています。補助事業にですね申請をするというようなお話も聞いておりますので、早めにですね、お話ししたいというふうに思います。そして、午後からはですね、またストーブの打ち合わせのお客様がショールームにご来店いただけるということで、こちらの方にも対応していきたいと思います。日に日に寒くなりますけども、体調に気をつけながらですね頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ペレットストーブメンテナンス施設、また群馬県で初めての電気を使わないペレットストーブに関することで何かございましたら、ベルク渋川店となりペレットストーブ群馬ショールームまでお問い合わせください。